日本鹿児島県鹿児島市南郡元町南郡元町は鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は890069。人口は1222人。世帯数は801世帯。南郡元町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中部、新川の下流域に位置している。町域の北方には郡元、郡元町、南方には薄木。 西方には南新町、市原、東方には東郡元町にそれぞれ接している。町域の北部には、志学館中東部、高等部が所在している。ただし、隣接して所在する志学館大学は、市原一丁目に位置している。町域の東端部を国道225号が北東方から南方に向けて通っており、市原団地入り口交差点で、 鹿児島県道20号鹿児島加世田線と合流する。鉄道は、町域の西端部を九州旅客鉄道いぶすき枕崎線、鹿児島市交通局鹿児島市電、谷山線が並行して通っており、町域の中央部に南鹿児島駅が所在している。現在の南郡元町付近は、古くから繰り返し線上となっている区域であり、南北町時代に起こった、 島津貞久と、平田忠ダの戦い及び西南戦争のシ原の戦いにおいて戦場となり、あたりは牛がかり灘の古戦場と呼ばれた。その名残として、決戦の石踏みや戦場跡に牛がかり公園が設置されている。また、北端部にある涙橋は、江戸時代に南部にあった処刑場に向かう罪人と家族が最後の別れをしたことから涙橋と呼ばれるようになったとされる。 西南戦争においては、官軍と薩摩藩が、涙橋で衝突し90名の兵士が戦死している。1973年3月4日に、軍元町、薄木町の一部の区域にあたる南高地区において、住居表示が実施されることとなった。これに伴い町の区域の再編が実施され、軍元町の一部より、鹿児島市の町、南軍元町として設置された。また同時に、 南軍元町の全域で住居表示が実施された。1987年に心学館高等部、1990年に心学館中等部が南軍元町に開校した。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。心学館中等部、高等部私立小中学校の学区は、 以下の通りである。ありがとうございます。